アフリカ系アルゼンチン人とは、アルゼンチンにおけるアフリカ系の市民のこと。現在の白人国家となったアルゼンチンにおいては、メソポタミア地方のコリエンテス州にのみ、特に多い。実数はわからないが、国民全体でも1%を超えないほどの人口だと思われる。アフリカから、家内労働用の奴隷として連れてこられ、独立戦争の時には、 サンマルティン将軍の北部軍でさえ、兵士の半分以上は黒人だったという。その後も各地の戦争に徴兵され、大砲の肉として酷使された。1829年から1852年までのロサス時代には、ブエノスアイレス州知事フアンマヌエルデロサスの下で保護された。1843年には奴隷制が廃止され、黒人の関心を買うために、 政策的に黒人の聖人パレルモヌ・ベネデットが信仰されるのもこの頃である。推測によると、1850年には全国民の2%、約2万5000人ほどの黒人人口がいたと見られている。しかしその五ヶ星ロスの戦いで、ロサスが失脚して、バルトロメ・ミトレやドミンゴ・サルミエントの自由主義、王家主義路線が土着路線に勝利すると、スペイン的、 土着的なものはアルゼンチンから排斥され、ガウチョやインディオやカウディージョなどとともに黒人も弾圧されるようになっていった。こうしてヨーロッパ移民が多くなるにつれて次第に姿を消していった。このようにしてアルゼンチンでは黒人人口が減っていった。ただコミュニティで流行していた音楽のミロンガやタンゴについて少なくとも名称だけは アルゼンチン国民の音楽になっている。いわゆる単語についても今の単語のイメージとは違う音楽ではあるが、連続的なものとする指揮者もいる。ありがとうございます。